宝塚クリエイティブアーツ、歌劇イコール宝塚レビュー、第491号より、左より、岡田刑事、小原博渡る、柴田裕子、坂井住夫、阿古剣、上田信也柴田裕子は、日本の劇作家、舞台演出家。宝塚歌劇団専属として活躍した。兄は、映画監督の松尾明憲大阪府大阪市出身。 芝居好きの母に連れられて幼い頃から舞台に親しむ。11歳の時に父が病死。13歳の時、父の墓参りに訪れたといおはで終戦を迎える。戦時中は手に職をつけるために、大阪府立今宮工業学校へ進学。1950年、大阪府立高津高等学校を卒業後、関西学院大学文学部美学科に入学。 大学卒業後に兄の松尾を頼り上京、劇作を志して東京で脚本を書き留めていたが26歳の時に宝塚のテレビドラマの脚本募集を知って応募したところ入選1958年4月演出女子として阪急電鉄に就職する。女子時代を経て1961年カッパと天っ子で演出家デビュー。 翌1962年、キツネ大名で、劇団本拠、宝塚大劇場でも初演出を果たす。精力的にオリジナル作品を執筆、演出する一方、演出家デビュー以後も1973年までは、先輩演出家の作品で演出補として、補佐を務め、引き続き演出作法を学んだ。助手、演出補時代には、白井哲作り、高木志郎、 宇都宮重則など戦前派のベテランをはじめ、一足先に演出家デビューを果たしていた、横澤秀夫、菅沼淳たちほぼ同世代の先輩の補佐にもあたり、研鑽を積んでいる。若手演出家時代の1967年に、結婚、英子夫人は芸名、玉名英 A で、宝塚歌劇団卒業生。若手演出家時代は、劇団方針から、日本物の,の芝居演出家として働き、 1972年から外国を舞台とした作品も手掛ける。1968年以降、毎年本公演に作品を送り出し、1976年にはオリジナル新作、赤カネサス、紫の花、星影の人、バレンシアの熱い花3作品を1年のうちに発表するなど、歌劇団の中軸演出家の一人として長く活躍。また1976年には、 フィレンツェに燃えるにて、昭和50年度芸術戦勝新人賞を受賞。1970年代、80年代にかけて、発表した多くの作品が繰り返し再演されるなど、高く評価され、現在に至るまで歌劇団の財産となっている。1981年には、同歌劇団理事に就任。充実した活動の一方、80年代初め頃から眼病に見舞われ。 視力低下、視野狭作など症状は深刻化。90年代初頭までには、複数の専門医から、いずれは失明する、胸の宣告を受けていたという。1993年以降は口実筆記にて、脚本を執筆する。病の影響で、演出活動の続行も困難となり、1998年上演の、黒い瞳以降は柴田が脚本を執筆し、 演出を後輩など、他の担当者に任せる分業体制の導入に、踏み切って、演出家としては事実上一線を退く。その後は、劇団専属作家としての仕事に、ほぼ5000年、2001年から2005年まで、毎年新作を執筆して、本公演に送り出し、劇作家としての健在ぶりを示した。2001年から、同化劇団顧問。 2005年から2011年まで宝塚音楽学校のカリキュラム編成アドバイザーを務めた。2005年のキリノミラノ以降は翌2006年から2013年まで毎年全国ツアー公演等で再演された過去、作品の過失、遂行に主に当たっていた。2008年以降はスタッフ欄の表記上も演出家欄から名前を外し、演出家としては引退する。 新作執筆の筆をしばらく置いていたことなどから、本公演との関わりも薄れ、2014年は、約46年ぶりに、歌劇団の年間全公演を通して、柴田作品が上演されない年となったが、同年久々に本公演のため新作を書き下ろし、翌2015年2月1 0年ぶりとなる、オリジナル新作、黒表のごとくを上演、この83歳で果たした。 新作上演が生涯最後の新作となった。2014年4月、歌劇団創立100周年を記念して開設された宝塚歌劇の伝道に伝道入りを果たした。2019年7月19日死去。87歳坊津。最後の新作上演となった2015年以降も、同年と18年に本公演での再演が実現したほか、 15年から再び毎年全国ツアー等で柴田作品の再演は続き、19年5月の全国ツアーアルジェの男が生前最後の作品上演となった。没後の2020年にもすでに2月、名古屋公演の演目として上演がなされ、柴田作品は彼の遺産として愛され続けている。幅広い時代のオリジナル作品を執筆。 発演室以来多数執筆してきた一連の王朝ロマン作品がよく知られる。日本文学や漫画などを本案し、修作の脚本でも知られる。山本周五郎作品が原作のものなどがある。発演室の頃から同時期の入団だった作曲家寺田拓夫と組むことが多く、ほぼ40年にわたり少なくとも50本以上の作品で共同。 柴田作詞、寺田作曲による多くの宝塚メロディーで舞台を盛り上げたが、寺田は交通事故で急性。寺田の遺作となった、外旋門が最後のコンビ作となった。寺田の死後の柴田の新作では、日本ものでは、吉田裕子、ヨーロッパ作品では、高橋城、斎藤つねよしなどが作曲に当たっていた。ありがとうございます。